トカレフ TT-33 は、老農赤軍が1933年に正式採用した軍用自動拳銃である。正式名称をトゥルスキー・トカレフ1930、33、1930、33と呼び、略して TT-30、33とも呼ばれるが、一般には設計者、ヒョードル・トカレフにちなみ、単にトカレフの名で知られている。 本来必須なはずの安全装置すら省略した徹底単純化設計で生産性向上と激発能力確保に徹した拳銃であり過酷な環境でも耐久性が高い第二次世界大戦中 -1950 年代のソ連軍正式拳銃として広く用いられた1950年代以降ソ連本国では後継モデルのマカロフ PM に置き換えられて 過去の銃となったが、その後も、中国をはじめとする共産権諸国で、ライセンス生産、コピー生産が行われた。中国製トカレフは1980年代以降日本にも、多数が密輸入され、暴力団などの発砲事件にしばしば使われることで、一般人にも広くその存在を知られている。ソ連国営トゥーラ造兵将の銃器設計者、ヒョードル・バシリエビチトカレフが、 1929年に開発した TT-1930 が原型である。トカレフはその生涯に多数の重機類を設計しており、自動小銃開発にも早くから取り組んだことで著名な人物であるが、最も広く知られる作品はこの TT-1930 拳銃である。1920年代のソ連では軍用拳銃として、 ロシア帝政時代からの正式拳銃であるナガンリボルバーが用いられていた。しかし、ナガンは大きく重い上、ガス漏れ防止機構を備えるなど、リボルバーとしては構造が複雑すぎ、生産性の悪い旧式銃であった。また、ロシアには第一次世界大戦中からロシア革命による戦後の内戦期にかけてモーゼル C96 や、 コルト・ m 1911など各国から様々な種類、後継の拳銃が流入し、装備統一の面からも好ましくない混乱状況にあった。ソ連陸軍はこの問題に対処するため、1928年から軍用自動拳銃開発のトライアルを開始した。カイブイ・トカレフは、帝政ロシア時代からの長いキャリアを持つ銃器設計者であった。彼は、 やはり、帝政時代からの歴史がある、名門兵器工場のトゥーラ造兵賞に所属していたが、このトライアルに応じ、1929年に自ら設計した自動拳銃を提出した。テストの結果、トカレフの自動拳銃は、外国製拳銃やブリルツキー、コロビンなど、ソ連国内のライバル拳銃を下し、1930年に、 TT-1930 の正式名称で採用され、1935年まで生産された。TT-1930 の機構、デザイントカレフの設計した拳銃は、アメリカのコルト M1911 のメカニズムを多く、取り入れながら、極限まで単純化を図ったものである。コルトの特徴である、小鳥コイル撃発方式は、 強力な弾丸を安全に発射でき、しかも比較的簡素なことから多くの大型拳銃に模倣された。トカレフもこれを踏襲し、これと同様に重心全体をカバーする重いスライドを備え、外見はコルト M1903 や FNM1903 に近くなった。多くの部品を極力一体化し、可能なら省略することで部品点数と 組み立て工数を削減している。直線形状のグリップは、ネジではなく、レバーで止め、ハンマーから、シア、ディスコネクタに至る、機関部は、アッセンブリー化されているなど、生産性を高め、工具なしでもたやすく分解できる設計になっている。多くの自動拳銃は、スライドの脱着時に位置を固定する、スライドストッパーを側面に備えている。これは、通常なら、 フレーム内側からパーツを当てて止められているが、トカレフはスライドストッパーの軸をフレーム反対側まで貫通させ露出した小さな板バネ状の割りピンで止めて脱落を防ぐ単純な構造にしてコストと個数を削減した。後にこの構造を参照した拳銃も多い。他の共産主義国家の軍用拳銃にも見られるように後半プレスの縦筋リグリップ中央には 円で囲まれた星のマークが入っている。これは共産権国家でライセンス生産やコピー生産された多くのトカレフ系拳銃にも共通する外見的特徴となっている。スライド後部側面の差し掛け部分は細溝と太溝を交互に組み合わせたデザインで厚い手袋をしたままでもスライドを引きやすいように作られている。トリガーガードも 大柄なソ連兵士が革手袋をはめて射撃する状況を考慮してかなり大きめに作られている。使用弾薬卿はライフル弾同様にくびれたボトルネック系で生産性はやや悪い。開発当時、ソ連国内ではドイツ製の大型自動拳銃網ゼルシー96が威力の強さを買われて、 多数使用されており、TT-33 はこれに用いられる 7.62X25mm 弾を 7.62X25mm 弾として流用した。第二次世界大戦後、この銃弾を使用する拳銃の元祖である、モーゼル C96 の生産は終了し、7.62X25mm 規格の拳銃弾はもっぱら、と彼不向けとして、 7.62mm トカレダンと呼ばれることが多くなったが、名称が変わっただけなので、30モーゼルピストル弾と 7.62mm トカレダンは兼用することができる。しかし、トカレダンの方が発射薬の量が多く重心内での圧力が高いため、モーゼル弾を使うように設計された銃で、トカレダンを装填して撃つことは推奨されず、最悪の場合は、 重心破裂を起こす。特に区別する場合、モーゼル弾が7 6 3メ、mm、ートルカレフ弾が7 6 2ト、mm、ルと表記されることがあるが、後継の表記に揺れがある理由は、はっきりしていない。7 6 2ト、mm、ル弾は弾頭があまり重くないので、射程距離はより大口径の銃弾に劣る。しかし、後継の割に火薬の創薬量が多いため、 初速がごく高い。また、共産圏で多く出回った 7.62X25mm 弾薬の中には高価な鉛が占める割合を減らす目的で鉄製の弾芯を用い、その外側にライフリング保護用の鉛、さらにその外側に銅コートを施したものがあり、この構造が結果的に間鉄弾に似た効果を発揮することがあった。 1980年代以降中国製トカレフが日本国内に出回り犯罪に使われた際もほとんどがこの鉄製弾子でありトカレフは貫通力が高いというイメージが広まり治安当局や防弾装備品メーカーは対策強化を強いられたある実験の結果として7ヤード外から発射された QX19mm 弾は 1mm 厚の 鉄板を4枚ほど貫通できるが、トカレ普段はそれらと同等の鉄板を6枚貫通することができた。しかもそれは西側でごく一般的な鉛製弾身の弾薬を使った結果であり、小口径高速弾ゆえに元の貫通力もかなり高いことを物語っている。安全装置のない銃トカレフ遍銃最大の特徴は、暴発を防止する安全装置が省略されていることで、 ある。多くの自動拳銃は、通常、手動式の安全装置操作レバーを備える。手動安全装置を省略した事例も少なからず存在するが、それらは、黎明期の試行的な製品を除けば、多くは激発機構にダブルアクション機構を備え、一種の自動安全装置としての働きを持たせている。また、回転式拳銃の場合は、 近代の製品の多くが安全性の高いダブルアクション機構装備であり、例外的なシングルアクション専用のものでも、撃鉄を起こしたまま持ち歩く危険状態は、ほとんどありえないため、安全装置省略が許容されている。トカレフ拳銃はそれらと異なり、安全装置がなければ防発リスクを伴う、シングルアクション方式の自動拳銃でありながら、安全装置に類する装備の一切を省いていた。 TT-1930 のベースになったコルトガバメントは銃の側面にスイッチ状の手動セーフティレバーをまたグリップ後面にはグリップを握っている時だけ発射を可能とするグリップセーフティをそれぞれ装備し開発当時としては相応の安全を期したまたコルトの設計をコピーした欧米の多くの銃器メーカーは構造が複雑になるグリップセーフティは省略しても 手動セーフティは必ず装備した。民生用として市販するには安全上必須であったからである。しかし、トカレフはあえて手動セーフティの省略にまで踏み切った。構造が単純になるので生産性が高まるメリットの他、国間の季節に部品凍結などで発射不能になるリスクを少しでも減らす策でもあった。この設計は訓練され、 銃を暴発させないように扱える兵士などが使用する軍専用であることを前提としており、民生用としての安全性確保を考慮する必要がなかったことによる。ソ連陸軍もこのような簡略構造を許容していた。トカレフ拳銃はハンマースプリングの力が視野を押さえつける方向に働くように設計されているため、落下などの衝撃が加わってもハンマーがリリースされ、 にくい構造となっている。ただし、トリガーを軽くするために弱いハンマースプリングに交換する改造を行っている場合は、視野を押さえつける力が弱くなるため、落下などの衝撃で、ハンマーがリリースされやすくなる。手動セーフティがないため、兵士がうっかりトリガーを引いてしまったり、ホルスターに戻す時などに何かがトリガーに当たると暴発事故が起きてしまう可能性がある。トカレフ拳銃は、 暴発事故が多いと思われているが、それは構造上の欠点ではなく、持ち主のミスが原因である。大衆はトカレフ拳銃の構造を理解していないため、暴発事故が起きやすい拳銃というイメージが定着してしまったが、それでも当時の拳銃としては安全性の高い拳銃であった。ちなみに、コルトガバメントはトカレフ拳銃のように視野が、 ハンマースプリングの力で押さえつけられる構造となっていないため落下などの衝撃でハンマーがリリースされやすいがその欠点を補うためにグリップセーフティとハーフコックがある銃が手から離れるとグリップセーフティがハンマーをロックする構造となっているもし落下時の衝撃でグリップセーフティが動きハンマーがロックされていない状態になると同時にハンマーがリリースされてもハーフコックで ハンマーが視野に引っかかって止まるため、暴発事故が起きにくい。ハンガリーやユーゴスラビアで生産されたトカレフ派生型拳銃には、後から手動セーフティやマガジンセーフティの追加が行われ、また中国製トカレフについても、輸出型は手動セーフティ装備となっている。トカレフ拳銃のポリシーは、その後のソ連軍兵器の多くに受け継がれた。 ソ連製の消火器類は外して極度に単純化され、過酷な環境においても機能することを最優先とした構造を取るようになった。単純機はあまりない設計の TT-1930 をソ連軍当局はさらに単純化するよう命令した。この結果開発されたのが TT-1930-33 で現在よく知られている多くのトカレフ拳銃は、 このタイプの流れを組むものである。国間の状況ではトリガー周りのパーツが凍結のために破損することもある。その際にパーツを素早く交換できるよう、トリガー関連のパーツ一体化などを図り、全体の部品点数もさらに削減しているため、第二次世界大戦における各国の主力拳銃でも最も少ない部品で組み立てられている。また、照準を行うためのリアサイトを、 TT-1930 の V 型からより狙いやすく角バッター O 型のスクウェアノッチにしたのも重要な改善である。TT-1930-33 は宣伝とはほど遠い武骨な銃であったが、1941年からの独祖戦では意図した能力を発揮した。ロシアの冬は極度の国間な気候となり、 兵器も凍結によって、しばしば作動しなくなる。また、部品切損も多発した。ドイツ軍の拳銃であるルガー P08 や、ワルサー P38 は、高精度な工作で製造された、優れた拳銃であったが、その精密さゆえに、国間の凍結には脆弱であった。これに対し、交差の許容度が大きく、仕上げのアライトカレフは、トラブルも少なく確実に作動し、 セッソン部品交換も簡単であった。ただし、対戦中には、資材不足から、後半グリップから、木製グリップに変更した例も多い。また、スライドの溝も、工作管以下のため、特徴的な対戦交互配置から、ごく一般的な、細溝のみの加工に変更されている。1951年に、ワルサー PP の流れを組んだ、中型拳銃のマカロフ PM が、新たに、 ソ連軍に正式採用されたため、1953年にソ連での TT-33 の生産は終了。以後、トカレフ拳銃はソ連においては2 0 0 9の存在となった。しかし、共産権諸国においては、1940年代後半以降ライセンス生産やコピー生産が盛んに行われ、各国独自の発展型も生み出されている。 54から1式拳銃正式輸出型のため、側面に手動セーフティが追加されている中華人民共和国では、1949年の建国後、ソビエト連邦から技術者を招いて、トカレフ拳銃をはじめとするソ連製兵器の国産化に取り組んだ。その当初は、 ソ連製パーツを利用したノックダウン生産から始まり、まず1951年にこのノックダウンモデルが51、式拳銃として採用され、折からの朝鮮戦争では中国人民志願軍や朝鮮人民軍に支給された。しかし、ほどなくソ連と中国の関係が悪化したため、指導に来ていたソ連の義手は帰国、パーツ供給も途絶えた。 そこで中国は既存の51式拳銃をもとに自力によるトカレフ国産化を図り、1954年に純国産のトカレフを完成、54式拳銃として中国人民解放軍が正式採用した。54式拳銃はオリジナルのトカレフよりも重厚所速が速く秒速500メートルに達する。現在でも 国営企業の中国北方工業講師で製造され、アメリカなど海外市場の民間向けの輸出バージョンもある。正式な輸出型は安全基準を満たすため手動セーフティーを追加しており、54から1式拳銃として区別されている。7.62mm 仕様のほか、西側諸国で主流の 9mm パラベラム光径の213式拳銃もあり、こちらは スライドの差し掛け溝が傾斜しているのが特徴である。材質はあまり良くなく、摩耗しやすいとされる。日本に密輸されるトカレフは、ノリンコ製54式拳銃の横流し品や、規格外の不良品、ないし中国国内での密造品の類とみられている。ロシア製や北朝鮮製、ポーランド製等も応酬されているが大半は中国製である。中国製の密輸トカレフには、 しばしば全体をクロムメッキしたものが見られ、派手な外観を呈しているが、本来はメッキされるような性格の銃ではない。メッキの理由であるが、回路を使った密輸において銃が錆びることを防ぐという実用的な説がある一方で、日本の素人相手に粗悪な仕上げを誤魔化すことが現実の目的とも言われる。もともと共産圏の消火器には重心内のメッキによって、 ライフリングの長寿命化を図る事例が多いが、密輸、トカレフの場合は、中古銃のライフリングが摩耗した重心をと金することで、付け人的延命処理を図ったとも見られる。前述の理由から滅棄された54式拳銃は、日本国内では多く押収されているが、他国ではほぼ見られない。暴力団関係者の間では、滅棄されたトカレフに対して、銀柄の通称が付けられている。 他にも、グリップの色と星のマークから黒星の通称もあるが、通常のものを黒星、メッキされたものを銀だらと使い分けることが多い。日本で不正入手できる拳銃の中でも、中国製54式拳銃は一時代表的なものであったが、近年はマカロフや59式に主流を譲りつつある模様である。これらは暴力団によって使用されることが多いが、最近では、 一般人でも不法所持している事例が多く発覚しつつあり水際での発見が望まれている。反問店で警備中の北朝鮮兵士68式拳銃を装備している朝鮮民主主義人民共和国は1968年までにトカレフの影響を受けた自動拳銃を開発し68式拳銃として採用した。68式拳銃は 外観や使用弾丸などにトカレフの影響を強く受けており、手動セーフティの省略や機関部の一体化などのトカレフと共通した構造を持つ一方で、重心のロッキング機構はベルギー製の FN ブローニングハイパワーに近いティルトバレル構造であるため、その点トカレフの直径とは言い難い。朝鮮人民軍や警察に後半に配備されており、 現在も広く用いられていると考えられている。しかし、慢性的な物資、食料を不足で軍機が緩んだ。近年の北朝鮮では、軍や警察から銃器が盗まれる事件が急増しており、首都平壌の中央銀行では、盗んだ68式拳銃を使った強盗事件も発生した。なお、68式拳銃の名称は、北朝鮮正式の名称ではないという説もあり、 韓国軍が露獲した68式拳銃の中には、1966年製と刻印の入ったものも存在する。東側諸国で広範囲に用いられた上に、暴力団の傾向の拳銃として著名であるため、登場する創作作品も多い。ありがとうございます。